さあ、では始まりました、むちゃチャンネル。さあ、今回はですね、またこれ気になると言われるからいつも。はい、2021年最後のトイックの結果公開でございます。はい、いつでしたっけ、受けたのはトイック11月でしたよね。第何回、ちょっと見ればいいか。検索したら自分の方が一番最初に出てくるから、はい。11月28日午前、第282回トイックの結果になりますね。あ、そうか。一番むずいって言ったやつですね。今年一番難しく感じて、最後まで終わんなかったやつですね。どうだったのか、いよいよ見てみたいと思います。やだー、これは本当に毎回ね、緊張するんですよ、もう。はい、はい、ボリューム8の宣伝、いつも通りこれ、はい、そしてスコアの見方、いつも通りこれ。はい、では結果いきたいと思います。第282回の結果はこうです。うん、あ、985だ。やっぱり無理だったか。うわー、綺麗に終われなかった。やっぱり入りが490になってますね。うわー。はい、アビメ見てみましょう。リスニングが193、100、100、100。あー、1問ミスかな、わかんない。1問なのかな、2問なのかよくわかんないですけど、はい、93。で、リーディングの方が96、197。あー、はいはいはい。という感じで、まあ、1問ミスか2問ミス。わかんないです。複数のに関わるのってあるので、だからもしかしたら2問間違ってるし、もしかしたら1問だけっていう可能性ですね。まあ最後の問題は、解き終わんなかったんで分かりません。その問題だったかもしれないし。ということで2021年は96回で終わりました。まあただトイック自体はね、再開されましたので、コロナ禍明けてまたちょっとね、広がらないでほしいんですけど、なんでまあこれからまた受けていければいいんじゃないかなと思いますね。はい、また受験していきます。まあ来年こそは行きたいですね。もう多分来年は毎月あると思うので、まあ12回のうち4回でも取れればいいので、あ、ただまあ12月のね、結果返ってきてないんで、まあ、それも取れていれば来年は3回取ればそれで100回なんで、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。これ口に入れたらね、 TikTok で不適切動画になったんだよね。だから口には入れられません。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 今僕が首席講師を務めますベース公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと、僕や他のベース講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。